日立電鉄交通サービス株式会社は、茨城県を拠点に、バス事業、観光事業、公用車運行の請け負いを中心としたサービス事業を行っていた会社である。グループ会社として、日立電鉄タクシーを参加に収めていた。2019年5月1日付で、茨城交通株式会社に吸収合併された。茨城県に、 鉄道路線を持っていた日立電鉄のバス事業部門の承継を目的とした完全子会社として1999年3月に日立電鉄バスとして設立された。かつては日立製作所参加の企業であった。本社所在地は茨城県日立市仙国町2丁目14番10号である。バス保有台数は114台。乗り合いバス事業、貸切バス事業、 旅行業、不動産事業、ビル管理業、労働者派遣業等を行っていた。路線バスの営業範囲は、日立市、日立大田市、高萩市、北茨城市。日立市や高萩市周辺と、東京や東京ディズニーリゾートを結ぶ高速バスや、羽田空港、成田空港のアクセスを担う、リムジン路線も運行している。日立大田市、高萩市、 北茨城市のコミュニティバス運行も住宅している。2017年10月27日に、親会社の日立製作所が保有する全株式を、同年12月1日付で道のりホールディングスへ、売却することを発表。これにより、日立電鉄交通サービスは、日立グループから離脱したと同時に、茨城県内では、茨城交通に次いで2社目のみ、 シノリホールディングス参加のバス事業者となった。社長は茨城交通の社長が兼務する。黒は赤字を記す。一般路専用車両一般路専用、車両茨城交通株式会社との合併後も、車両塗装の変更は行わず、従来の日立電鉄ロゴを削除。代わりに、車体後部の青色部分に、茨城交通の文字を追加した。 上本営業所管内日立南営業所管内日立号ローズライナー。ありがとうございます。